で今の時代でいうとちょうどその震災後で今のリビルドジャパンというところでそ,それで何が変わってどうやればいいんですかで、ね、あの日本はその開国しろ開国しろって話はよく言ってたんだけどこの間あのジャパンタイムズに私オペエド書いたんだけどね日本が3番目の開国ブラックシップが来るためには実は待ってても来なくなってしまって。 この大震災と福島のインシデンスというのは世界的に注目を集めたイベントでたくさんの若い人たちが企業もそうだけど今までの、まあ、特にあの新浪さんのグループとかそういうところのところはものすごい早い勢いでリスポンドしたんだけど特に若い人たちが助けようって言ってどんどん言ってますよね。 でたくさんの NGO が出てますよねすごくパッショネットな人たちがたくさん出てるんだけどこれをサステイナブルな自分のキャリアにできるかっていうことがもう一つとだからこの間書いたのは第3の開国はもう政府の信用もできないと大きなところもデ e タミネーションができないとむしろサードオープニングはこのようなボトムアップのコミュニティベースのたくさんのグループが実際作っていくんじゃないかとだけどあなたたちがその時今度は Twitter がよくたくさん役に立っているとか言ってるけど そのののツイッターのうちの半分ぐらいは英語でやってるよね中国でもいいからそうするとそのグループが例えば石巻にいるグループそれからまあ岡田町にいるグループとかいろんなグループがいろんな NGO が実をよとしてやるその英語で出すことによって突然外の方にいろんなドッツが広がっていて要するにたくさんのドッツの出島を作ろうよというムーブメントになるとこれが第三の開国のプリングの キャタリティななななボディにっっててくるんじゃないかなと思ってますけどだからそれをぜひ若い人たちがいろんなことやってるのはいいんだけど日本語だけじゃなくてそういう話をどんどん発信することによってやろうよねってパートナーがいろんなところで出てくるしそうすると小さい町ではシティ同士のアドプションしようというような話をしてそのシティ同士でホストファミリーで小学校の子ども夏休みおいでよというような話をどんどんやることによってこの第3の開国がねドットとしてプールになってくるんじゃないかなとぜひやってほしいなと思ってます。 でつ次のパネルへの,このメッセージもあるんですけども、もの次のパネルにはローソン、k 川、d o NTT、電通って来るんですけど、その個人はそうだとすると、会社はだめいいな会社、さっさとゲットアウト、ゲットアウトマーケットだね、やっぱりそういうことをやらないで一生懸命待ってるから。 ポジションが上がれば上がるほど責任は多いくせに、えー、やっと権利は多いのかもしれないけど責任を取らないっていうシステムができてきちゃってるんですよねだからもうちょっとちっちゃい会社でもなんか常識として同じ組織にずっといるのが常識だと思っているのが日本の常識だっていうのが間違っていて私はち去年あの美しい履歴書ってちょっとエッセイを書いたんですけど今までの美しい履歴書日本で言うとまあ 偏差値の高いまあ、いい大学を出てねそのままあるいいとみんなが信じてる企業に入ってねその中をずっと上がってきて肩書きで素晴らしい人だなというのがいい美しい履歴書だと思っていたんだけどこれからの世界はどんどんフラットになってボーダレスになってきますからあなたがその履歴書を見るとあ あなたは何をして何者だということが分かるような利益が美しくなってくるわけでどこのインスティテューションで上がったということは全くレレバントがなくなってきているレレバントじゃなくなってきている世の中だよということをやはり言おうと思っているわけね逆に企業側はそういう人たちを受け入れたり育てられる環境を作るべきだというそうでしょうね,ねだからやっぱしその企業はそういう人をやっぱりリクルートしながらどういうふうにファンクショナルなあの オーーガニゼーションになっていくかということがやっぱり企業のバリーになっていくるんじゃないかなと思いますよあとはその、あのまあ、これもメディアラボのあれにつながるんですけど企業と大学の関係性っていうのがあのちょっとあの興味あるんですけどでメディアラボはあのお金は企業からほとんど頂い,いてるんですけどもこれはあのあの英語では undirected research っていうんですけどそれを何に当てるかっていう細かい指示は企業からもらってない。 こうあの企画書を書いてそれに対して研究費が出るとそれ,でそれの問題はそのもう答えが出てるしかもそのあるその官僚なのか大企業の中でわかる人ある程度の人,その人が分かるものしかできないとしたがって比較的に答えがもうすでに分かっているものの研究が多いで我々の場合は何がラッキーかというとたくさんの企業に信用してもらってそしてその最初は何のためにやっているか分からない。 でまあ、さっきのベンチじゃないけどたくさん失敗もするけれどもとんでもないものが発見できるっていうことがすごくその我々の構造の重要なポイントなんだけども知ってる限り日本ではそういう研究所はあんまりないと思うしそれとその日本もあのその連携はたくさんあるんだけれども今後どういうふうに考えていくべきなのかといったあと国際的にあの会社がもっと出ていくべきなんじゃないかなと僕は思うんですけどどう,どうですか 得るためにはそれぞれの会社のメンバーがやっぱりマネジメントにしろ R&D にしても、まあ、日本は R は強かったと思うんだけど D がすごく弱かったんじゃないかなと今は思ってますけどそのほかにマーケティングとかね明らかにコネクティ,コネクティビティーが上がったところでは。 やっぱサプライサイサななルのバリューだしだから自分たちのユニークさはどういうカスタマーのクラスターグローバルなクラスターに合わせるかということがものすごく大事でねそれは口では言っていてもその相手のクラスターのところに自分が住んでいたとか。 友達がいるというそのいない限りなかなかそのスピードが全然出てこなくてだから強さにフォーカスして弱さは誰と組めばこういうシチュエーションがいいかっていうパーソナルなコネクションがある,あるかないかっていうのはものすごくそのスピードとディシジョンの影響を与えるのでその企業体っていうのはやはりそのいる人のチーム組生じゃないだから私はよく言ってるんだけど日本の人たちが今までねスポーツでいうと野球だと思ってたんじゃないのと。 で野球っていうのは高校野球見れるけど1人のスーパースターがいてピッチャーで4番という人がいると結構優勝できるんだけどもだけど今や世界はサッカーになってきてねサッカーっていうのは1人すごいのがいただけじゃ勝てなくてむしろやっぱりサッカーっていうのは一番大事なのはもしかしたらマネージャーですよだからザッカローニさんが大事でね。 英語では野球だとものすごい名選手だった人が監督をやってもできるかもしれないけどやっぱりなかなか違ったスキルセットが実は言うとビジネスでもやっぱりガバメントでもやっぱりアカデミックインスティテューションでもすごく変わってきてるんだと思いますししかもアカデミックインスティテューションは実は エデュケーションとリサーチってみんな言うんだけど私はそうじゃないと思っていてこれからはインスティューションティーチングインスティューションじゃなくてこれはねインスティューションオブラーニングだと思いますよね <laughs> だからそういうマインドセットをどんどん作っていかないとせっかくの将来を担う人たちのポテンシャルがね新しい私何したいんだよねって気がつかせる場所になかなかならないんじゃないかなと思います <laughs> 僕のなんとなく外から見た感じでは日本の会社ってこうチームワークうまいんだけれどもあの陸奥事が ダメなのだからセレンディピティがダがだめ、どっちかというとそのあのあの団体だとか団子だとか、そういうのはすごい上手なんだけれども、こういろいろ異業種の人たちが集まって、何をするかわかんないけれども、一緒になったらなんか面白いものが生まれてくるっていう、そういうようなのが比較的に弱くて、やっぱりインターネット時代になってくると、もう少しそういう,こうネットワークとかエコシステムというのは必要なんじゃないかなと、でそこにやっぱり外国の会社を混ぜたら。そうそうそう そういう意味ではやっぱり新しいアイディア、新しいデリバリーの方法、新しいカスタマーをクリエイトしていくというためにはやっぱりモノリィックじゃなくてやっぱりダイバーシティってみんな言うんだけど日本でも女性のジェンダーエンパワーメントも全然進んでないしましてや外国の人がごちゃごちゃ混ざってるようなエンバイロメントがないしそれがなんかアンカーファタブルだなというふうな。まあこれは イノベーションズジレンマみたいなもんなんだけどねだからこの20年あっという間にパラダイが変わってるっていうのは実は一人一人にいろんなノレッジにアクセスできるっていうことになってこれあのちょっと言おうと思ったんだけどインクの油っていう言葉があるんですけど知ってますインクの油っていうのはちょっとグーデンベルグが印刷を始めて1501年までに。 印刷された、まあ、主にヨーロッパの本だということで3万冊ぐらいあるんですけどグーテンベルグは例えば最初36行ですけどそのバイブルの一節をねプリントして皆さんに配ろうとしたわけですよ。というのは神の教えを教会だけがモノポライズしてるからすごくまずいんじゃないかと思ってやったんだけど何が起こったかというと人間がそのノレジにアクセスできるようになると「ファクトは何なの?」ってみんなし知りたくなるわけじゃないそうするとオーソリティが言ってること違うよねなんていう人がだんだん増えてくると。 そのグーテンベルグが意図したことと違ってその後に起こったのは宗教革命が起こっちゃうわけですよつまりインターネットは今のコンテンポラリーインクナブラだと私では言ってるのは一人一人がノレジにアクセスできるようになると今までの組織上司の在り方会社の在り方をみんながクエスチョンしだすとオーソリティに対してクエスチョンしだしてずっとあのオーソリティはが抵抗するんだけど今度の3 1 1はその日本を根底から覆し始めてるということを若い人が気が付いて なんか新しいものを作ろうよっていうのが第三の開国になってくるなと私は思ってます。権威を疑って自分で考えると、そそそまそういう意味で今回全員パネリストはそれぞれ権威なのに権威を疑って自分で考えている珍しい日本人だと思うんですねです。<laughs> 多分その人たちはほとんどコアのバリューが変わってないんだけどそれが生き方にも表れてたんだけどたまたまそういう人たちがバリューがあるなと思う人が増えてきたということじゃないかなと思いますあの黒先生本当ありがとうございますど。うも